今日も新作のご紹介です。北海道からオーダーいただきましたうちの STD ハードテールコンプリート SR ベースの、ロングフォークチョッパー。南はね鹿児島から北は北海道、なんなら海外とかもね、まあ、こんな車両オーダーいただいたり、本当忙しくさせてもらってありがとうございます。車両紹介させてもらいながら概要欄にこの車両の仕様だったり主要パーツのリンクだったりたくさん貼っておきますんで、動画見ながらねスライドしてご覧になってもらうとすごく分かりやすいと思いますんで、最後までご覧になってください。じゃあご紹介させてもらいます。ではいつものごとくのフロント周りから、フロントフォークは、合計で25センチロング10センチロングインナーチューブに15センチのフォークジョイント、合計25センチロングとなってます。25センチも伸ばすとねねじれ、カーブの時とか低速でのハンドリングの時とかでもフロントホイールがワンテンポ遅れてついてくるんですよ、ねじれて。それを補正するためにチークバー、ザ・オールドスクールデザインみたいな何の変哲もないスタビライザーなんですけれども、まあ、そのチークバーをここに取り付けさせてもらってます。すごく残念なことなんですけれども、すいません、この10センチロングインナーチューブと、15センチロングインナーチューブ廃盤になりそうです。うちの提携工場がもう作れないっていうことになりまして、今新たな工場を探してるんですけれども、まあ、なかなかもうできないんだっていうことで、うちのね主力パーツの一つでもあったんですぐ困ってるんですけれども、本当にどうにもならない時はカスタムショーに出展したこの2台グリーンフロッグと、もう1台これですねに使ってるジャイロスプリンガーっていうやつか、それかスプリンガーフォークか何か、まあ、ガーターか、まあ、何かを開発しようかなというふうに思ってます。ただそれをねするとなると相当時間かかると思いますんで、しばらくロングフォークは作りにくいなっていうふうに感じてます。すいません。フロントホイールはノーマル、ただねフロントタイヤ30の18の丸みのある丸いタイヤですね、外径が小さめの、これだとハンドリング重くなりにくいんですよ。うちフォーク伸ばすときはだいたい18インチの小径、なんならねかっこいいホイールがあれば17インチとかにもしたいんですけれども、そういう乗りやすいタイヤを選ばせてもらってます。フロントホイールの中心にはこのハブキャップですね、取り付けは貼り付けるだけの簡単なものなんですけれども、一気にクラシカルさが増すんでこういうものを取り付けしています。ヘッドライトは、5.75 インチのベースタイプヘッドライト、ボトムマウントライトステー2を使ってます。ボトムマウントライトステー3種類あるんですけれども、番号が上がる順に従って上に上がって前に出るっていう、そういうライトステーになってまして、この車体は車両全体のバランスを見ながらボトムマウントライトステー2が似合うなっていう高さだったんで、まあ、これを選んで取り付けさせてもらいました。ハンドルとハンドル周りのご紹介をさせてもらいます。ハンドルはねライザーレスの T バー、車体のバランスといいようにいい高さでいい曲がりでいい幅で作らせてもらってます。まあシンプルに作らせてもらったハンドルバーなんですけれども、コントロール類はねアマルタイプスロットルにダイヤモンドグリップ、アルミショートブレーキレバーセット、すっきりシンプルに変更させてもらって、この車両は、ミッドハイの左側がジョッキーシフトになってるミッドハイジョッキーシフトキットっていうものを使わせてもらってます。ジョッキーシフトキット開発に相当時間をかけて、多分市販のジョッキーシフト中最高に乗りやすいものになってると思ってます。左足でクラッチペダルを踏んで、左足でシフト操作をするで発進するっていう、ジョッキーシフトになってます。まあ、慣れるとねそれほど難しいものではないんで、ご興味のある方はぜひお試しください。ジョッキーシフトが怖いんだっていう方おられるじゃないですか。ジョッキーどうやったらすぐになれるかとか、どうやったら簡単に操作しやすいかっていうのを動画でまとめようと思ってます。またその時はぜひご覧になってみてください。デコンプレバーですね、通常クラッチレバーホルダーについてるデコンプレバー、エンジン直付け、これモーターロックさんのロックデコンプレバーなんですけれども、これは旧型のタイプですね。スピードメーター、ガソリンタンクの左前、うちがよくつける場所ですね。60倍機械式スピードメーターをユニバーサルメーターステーという商品でここにつけてます。乗りながらでもね首を振らずにスピードが確認できるっていうのと、走行中でもトリップメーターを回せるっていう、まあ楽で乗りやすい位置ですね。あと右側見て目立たないんで、まあ、デザインはあんま殺さんっていう位置に取り付けさせてもらいました。鍵ですね、通常ここについてるメインキーはシートの左下、カスタムイグニッションスイッチウェルドンキットっていうものでここに溶接してます。
メインキーがなくなったっていうことでハンドルロックがなくなるんですけれども、ハンドルロックはここに、ハンドルロックウェルドンキットというもので取り付けしてます。まあ、車検時とか保管時ね、出先でも大事なバイクなんでね、ちゃんと鍵かけて保管しましょうっていう感じで付けさせてもらってます。ガソリンタンクはうちで一番人気のナロスポーツナタンク、 STD ハードテールコンプリートの場合は、他にもピーナッツタンクだったりマスタングタンクだったりをお選びいただけるんですけれども、うちではこのナロスポーツタンクが一番人気ですね。ペイントはね、フェンダーもそうなんですけれども、ベーコン、まあ、うちがパートナーシップを組んでる世界的なエイジングペインターですね。今回はザ・オールドスクール的なペイントで塗ってくれっていうことで、お客さんもねベーコンにお任せっていうことで、出来上がるんが逆に楽しみだっていうことで、すごくこうワクワクしてもらって塗ってもらったもんなんですけれども、かっこよく、まあ、いいデザインですよね。すごい気に入ってます僕これ。マフラーはうちのトルクコーンドラッグパイプ、根元の口金にね独自開発したトルクコーン、まあ、絞りパイプをちょっと入れて中低速のトルクが落ちないように開発したドラッグパイプマフラーになってます。まあ、ロングフォークにしてるんで少し角度が垂れ下がってよりチョッパー感が出てると思うんですけれども、このドラッグパイプノーマルフレームでもよく似合う角度で製作してますんで、このマフラー、まあ、ありそうでなかったんで開発したんですよね。いつもワンオフで作ってましたけども、商品化してます。これも概要欄から飛べるんで、よかったらご覧になってみてください。ハードテール、 STD ハードテールコンプリートなんで、もちろんこのハードテールになってるんですけれども、お客さんの体の大きさだったり車体のスタイルに合わせてハードテールの長さを変更しています。通常は5センチロング、これは13センチロング、あともう一発長い18センチロングっていうのもあるんですけれども、この車両には13センチロングを使わせてもらって製作させていただきました。このボルトンハードテールキット、その名の通りのボルトン設計です。こことね、このボルト左右外すと後ろのセクションがごっそり外れるんですよ。スイングアームピポットを残しているんで、ここからスイングアーム生やしてリアショックを結ぶとスイングアームリアショック仕様の車両になりますんで、例えば車検の時だったりスタイルちょっと変えたいんだっていう時でもそのままご使用いただけるものになってます。もちろんね、このシート下のフレームは改造してます。ノーマルクから平行にこういう風に変えてるんですけれども、それを一応切断して、まあ、肉厚の交換で精度と強度と耐久性、あと整備性を重視して製作させてもらってます。前奏はね、ここに CDI シートレールの補強プレート、まあガソリンタンク後部マウントを兼ねたものなんですけれども、そこに CDI をつけて、前奏はねこの下カスタム前奏プレートっていうものでここに注力させてもらってます。両手が入って整備性よくって使いやすいものになってます。シートは、本革のベースタイプソロサドルシート2インチスプリングでマウントさせてもらってます。リジットって乗りづらいだろうとか、まあ結構な人が言うんすけど、ちゃんと作ればそんな乗りづらくないです。むしろ全然硬いショートサスが入った車両よりもがぜん乗りやすいんで、まあ、うちのノウハウがたくさん詰まったハードテールの中では極端に乗りやすい車両になってると思ってます。リアホイールはね、本当に人気の16インチキットになってます。やっぱりタイヤの幅が出てタイヤの厚みも出るんで重厚感が出てね、ケツの車高もちょっと下がるんで三角形シルエットを作りやすいっていうものになってます。まあ、これ人気なんですけれども、ご予約いただければ日帰りで16インチ化させてもらいますんで、よかったらお問い合わせください。リアフェンダーはまあ何の変哲もないフラットフェンダー、僕フラットフェンダー好きでよくお客さんにお勧めさせてもらうんですけれども、コンプリートオーダー時はアルミのリブフェンダーとかもあります。この車両にはフラットフェンダーが似合うだろうということで選ばせてもらって、テールランプはねルーカステールランプの台座付き、なぜかね皆さんの丸のちっちゃいのを選びたがる人が多いですけど、台座付きのルーカス、こうすごいオールドスクールな雰囲気がして僕好きなんですよね。まあかっこいい部品だと思ってます。まあもちろんリアショック付きのノーマルフェンダーとかうちの STD ショートフェンダーとかにもよく似合うものなんで、まあ、よかったらぜひこちらも使ってください。シシバはステンレス、ワンオフ製作しています。まあ程よい高さで、まあ、荷物もある程度くくれるだろうっていう高さにさせてもらってます。ウインカーは前後ともスモールバレットウインカー使用してます。フロントはね、ボトムマウントウインカーステイっていうものを使わせてもらってフレームの下側に取り付けてるんですけれども、後ろ側は、ウェルドタブ、うちがたくさんの種類販売しているウェルドタブっていうものを使ってここに溶接取り付けしてます。
もうめちゃめちゃ便利なんで、仕事がすごい早くなるんで、まあ、例えば自作派さんだったりプロビルダーの方でも使いやすいものになってるんで、まあ、よかったらこちらも使ってみてくださいっていう感じですかね。まあこの車両ね、2022年の5月の8日、名古屋のポートメッセで開催されるジョイントカスタムバイクショーに出展する予定です。その会場でね、僕SR パニックっていう SR ミーティングを開催毎年してるんですけれども、今回はジョイントの会場内で SR ワークスペースというものが開催されます。そこにはね、各ショップさんのカスタム SR に使ったパーツたちを壁に並べて、まあ、こんなパーツ使ってて SR はこんな楽しくカスタムできるんだよっていうイベント内イベントですね、開催されるそうなんですけれども、まあ SR パニックかジョイントの本会場か SR ワークスペースか、ちょっとどれに行こうかを迷ってるんですけれども、ということで皆さん5月8日名古屋でお会いぜひできたらいいかなと思います。はい、じゃあ今からね2分ぐらい全体ぐるっと回りますんで、説明でこんなこと言ってたなぐらいの感じでご覧になっていただけると、よりこのバイクのことを分かってもらえるかなって思いますんで、よかったら最後までお付き合いください。はい、でね、概要欄にね、この YouTube だけではなくって、例えばインスタグラム、スーパーセンターオフィシャルのインスタグラムと、新製品とかね、新着状況が分かる、スーパーセンターウェブショップオフィシャルの、インスタグラムだったり、他の SNS ですね、Twitter とか、Facebook、TikTok なんかのリンクだったり、あとはうちのホームページと、カスタムギャラリーですね、あとブログのリンク、すべて貼っておきます。特にカスタムギャラリーはすごい好評いただきまして、たくさんの写真とアップ写真、詳細画像とかもたくさん載せてます。で、購入いただける、パーツのリンクだったりもたくさん貼っておきますんで、よかったらこちらも、お時間あるときにゆっくりご覧になってみてください。